ハズキン客運は台湾南部の台南市を拠点とするバス会社。国道客運のほか台中市内で台湾高速鉄道の連絡シャトルバスも運行している。1999年に観光バス業者の喜び遊覧講師が設立、その後助行客運やこと流客運などを吸収し台南地区の大手事業者となった。台南を起点に台北などの首都圏、 中部を結ぶ高速バス路線が主力で、西海岸の高速バス路線では、大手として他社及び鉄道路線と熾烈な競争を続けている。傘下に観光バス部門の和駅通運、宅配便の救急層を抱えている。競合他社と比べると、グレードの高い設備で高価格帯で存在感を示す。高速バスの他に、台中市の市内バス路線の一部として、 台湾高速鉄道シャトルバスも運行している。台北、板橋高尾間の直行便は、路線免許上は設定されておらず、新鋭で乗り継ぐ形となり、乗車券も一括で発見される。かつては、新鋭で行き先表示を差し替えて、実質直行便として運行していたが、同業他社の告発で取りやめている。自社市会社のほか、元連結市会社の中身が未客運、 関ほど客運、中近客運、ひとしとも客運が形成する台湾愛派市、交通連盟というグループと連携している。各営業所窓口、ブラウザ、スマートフォンアプリでのネット予約及び、全国のコンビニ端末で購入できる。現在台湾国外からのネット予約は、対応していない。台北高尾間は、相当座の片道普通運賃で710元台。 台北台南間で、同600現代と他社より高めだが、24時間、高頻度運行で競争力を維持している。鉄道と比べても所要時間で大鉄時競合とは、大差がなく、利便性、経済性では優位にある。数金客運の乗車券台南行きは認可上は、台南公園西側の台南平行省が終点だが、早朝深夜などは台南相談で客を下ろすこともある。 公鉄対中駅での160系統公鉄、対中駅での161系統対中志向車、路線、ZH、対中志向車を構成しており、数金客運が2路線を担当。運賃歴史、ありがとうございます。